ロケットガールシリーズは日本のライトノベル作品である。藤見処房発行。作、野尻宝介が山内則りむっちりムーニー。内容は女子高生が宇宙飛行士となって活躍する SF である。2007年2月21日から5月17日にはワウワウでテレビアニメ版が放送された。原作とアニメで設定が異なる部分については口述。 ライトノベル向けの要素は加味されているものの、友人ロケット打ち上げの技術的問題や太陽系に関する執筆当時としては最新の知見を正面から扱っているため非常にハード SF 的傾向が強い。他方で祭りが呪術師なのでその方面でのファンタジー要素も少し入っている。富見ファンタジア文庫から旧版が3冊、新装版が4冊出版され、後に 早川文庫で再刊されている。イラストは、旧版、ロケットガールのみ、山内のりが、それ以降は、むっちりムーニーが描いているが、キャラクターデザインは、新装版の発行とともに、リニューアルされた。早川文庫版の表紙は、投げ荒竹基地による。ワウワウで二千七年二月から水曜二十四時二十四時三十分に、ノンスクランブルアニメとして放送。四月からは時間変更で、 木曜24時24時30分の放送となった。また、同年9月9日から11月25日まで ATX でも放送された。アニメ版のストーリーは原作の1巻と2巻を再構成したものであり、特に、ゆかりたちの学年と初飛行以後の時系列が原作とは大きく異なる。3人のスタイルも原作とアニメ版とで若干異なる。その他、目立った。 相違点としては以下のようなものがある。放送時には第1話、第2話に OPED がなかった模様。テレビアニメに先立つ2001年約3分のパイロット版が制作された。DVD の映像特典として収録。企画制作は熊瀬哲郎。主要スタッフはテレビアニメと同じ。テレビアニメとはキャラクターのデザインなどが異なった。本作とタイアップした。 公開講座。秋田大学工学資源学部附属ものづくり、創造工学センターが開校、秋田大学学生宇宙プロジェクトが中心的役割を果たした。主に、秋田県内の女子高生を対象とする、文部科学省女子中高生理系進路、選択支援事業の一つ、山崎直子宇宙飛行士の講演会などが開かれた、他、野代市において、 女子高生が大学生の支援の下制作したハイブリッドロケットの打ち上げを行った。ロケット制作、打ち上げにあたっては、東海大学 TSRP、筑波大学 s t e p コア、チャレンジャーズ・オブ・ロケット・エンジニアリングも支援を行った。しかし、打ち上げは完全な成功には至らず、その後、文科省の支援事業終了後も秋田大の尽力により2回目。 三回目の打ち上げが実施された。その模様は密着ドキュメントとして TV 放映もされた。野尻宝介は以前よりこれらの団体がハイブリッドロケットを打ち上げているのしろ空イベントを訪れており、そのためタイアップが実現した。ありがとうございます。